こんばんは第三部は女性が忘れがちな欲求がわかりますよ第二部は人間の三大欲求のバランスが大切という話でした女性は好きなことをする欲求を忘れがちです好きなものを見たり聞いたり触ったり私が服を選ぶとき見た目と同じぐらい触り心地のいいものを重視しますがそれも欲求を満たすため 1> 第1部と2部で日常を楽しくする必要があると話しましたこの時先生が日常を楽しくするために実践していた簡単なことを教えてくれたんですそれは好きなタレントさんのインスタグラムや YouTube を見ることこれはスマホがあれば簡単にできますよねちなみに私のスマホケースと画面は大好きなアーモンドアイちゃんですススマホのケースや画面を 大好きなタレントさんにする手軽ですぐに楽しい気持ちになりますよ今日はこれで終わりますね次は明日の朝7時30分に行きますね